1956年、地下から来た男より、フランキー酒井は、日本のコメディアン、俳優、ジャズドラマー、司会者、鹿児島県鹿児島市出身、慶応義塾大学法学部卒業、鹿児島県鹿児島市車町出身。父親は、鹿児島の士族の家系の出身であり、明治、大正時代に活躍し、映画、のんきなとさんの主役としても知られる。 ソガノやご苦労は親戚にあたる。小学校在学中は、ボーイソプラノの歌い手として注目され、合唱団として、NHK 鹿児島放送局のラジオ番組に出演した。一家で、東京府大田区池上へ、引っ越し、池上第二小学校、私立麻布中学校を経て、慶応義塾大学法学部卒業。中学時代の同級生には、小沢翔一、加藤武史がいた。 他の同級生に、名だなだ、内藤つねみ、中谷昇、る、大西信幸らがいた。1946年8月のバレー、白鳥の湖日本書演では、男性ダンサーが足りず、立ち役は、早稲田、慶応、上智の各大学の演劇部の学生が演じ、慶応大の学生だった、フランキー酒井も出演している。大学時代から、新中軍のキャンプでバンド、 シックス・レモンズのジャズドラマーとして演奏し芸能界へ進む。芸名のフランキーは新中軍相手に演奏を行うため通りがいいように名付けた。1954年にフランキー酒井としてスリッカーズを結成してスパイク・ジョーンズを真似た冗談音楽を演奏。築地のクラブで演奏していると俳優、友野純三郎と知り合い念願の役者へ。後に 映画へ進出し、幕末太陽伝や駅前シリーズなどに出演。幕末太陽伝での左平時の演技が決定打となって、1957年のブルーリボン賞主演男優賞を受賞する。ブルーリボン賞受賞の弁では、今撮影している映画は、笑わせ役者から泣かせ、役者に踏み出す、第一歩と抱負を語った。花形ジャズマンでもあったリズム感覚と、 名晰な頭脳を生かしたスラップスティック演技は超一流と言われ、小沢昭一は、やらせたら、あんなに、おかしいことはできる人は他にいないでしょうね。その儀形は一番ですよ、とコメントし、初対面の小林信彦に、ピエールエテックスの喜劇、女は怖いですのギャグを数えたら60ありましたが、僕が使えるのは54ですねかと切り出すなど、今も輝かしい再起が語り伝えられているが、 このコメントあたりからスラップスティックコメディアンから人情喜劇役者への転身が始まる。特に東方から松竹へ移ったあたりからは芸名のようなフランキーな持ち味は控えられるようになった。PC 級戦犯の悲劇を描いた私は会になりたい人情派検事の奮闘を描いた赤株検事奮戦記などの社会派、ドラマ、もうすらや世界大戦争などの特撮まで。 幅広く活躍した。朝日放送のクイズ番組、霊館山館第六巻では、野添陳平の後任として二代目司会者を務め、軽妙かつ温厚な司会ぶりで視聴者に親しまれた。多額の資材を投じて、当衆祭写楽の研究を行っていったことでも、有名である。1995年の篠田正宏監督映画、写楽では、半元、蔦谷重三郎を自ら演じるとともに、 企画葬式、脚色も務めた。これは、幕末太陽伝でフランキーを主演に起用した、川島雄三監督が、次回作は、フランキー主演でシャラクを撮ると告げたまま休止してしまった、ため、その意思を継いで30年後に完成させたものだった。なお、同じくシャラクの映画を撮ることを念願としていた、巨匠、内田智ともとも、意気投合したが、内田も夢を果たせずに没死した。 落語家、八代目桂文楽に入門しており、話家として桂文昇の名を持っていた。1967年から大阪芸術大学で演劇論を講じ、1974年より大阪芸術大学舞台芸術学科の教授に就任、学科長も務めた。1994年に四十号賞を受賞。1996年6月7日未明に、 大阪市のホテルで吐血して、緊急入院、6月10日、肝不全のため、東京都港区の最西会中央病院で死去、67歳を打つ。長男は枠春さんの娘と結婚している。次男は福沢諭吉のひ孫の娘と結婚している。モスラで共演した小泉博氏は、堺の死について、ショックだったと語っている。 堺雅正氏に関するカテゴリー、ありがとうございます。